ミッドガルのパトロールご苦労さん。どこのソルジャーか知らないが、貴様はここで何をやってるんだ。いや、何って言われても。八番街の通常パトロールは治安維持部門所属神羅第18小隊の任務だ。この八番街の平和を乱すのであれば、たとえソルジャーであっても許さんぞ。いや、そういうわけじゃないんだけどね。ちょうどいい機会だ。いいことを教えてやる。ミッドガルに必要なのはソルジャーではない。どういうこと？迷子になった子供を母親の元へ連れて行くのは誰だ？自販機で小銭をくすねるコソ泥を捕まえるのは誰の仕事だ？列車の中で大声で電話をしている少女を注意するのは一体誰だ？全て我々だ。つまりミッドガルに必要なのは我々神羅軍ということだ。そりゃご苦労さん。そうやっているのも今のうちだ。近々ソルジャーとの合同訓練が行われる。軍とソルジャー、真のエリートがどちらか白黒はっきりつけてやろう。どうしたんだ、こんなところで。ザックスさん、ご存知ですか？最近ウータイ残党が反神羅組織を作ろうとしているらしいです。ウータイが？ええ、ウータイ戦争で主力として活躍した特殊部隊炎月林が中心になっているようです。その偵察部隊が民間人を装いスパイとして侵入しています。炎月林？ああ、あいつらか。確認されているスパイは合計6人。ミッドガルのどこかに潜伏しているはずです。手がかりをもとに調べているのですが、まだ見つけることができません。ありがとうございます。では手分けして探しましょう。一人目のスパイの情報です。八番街に潜伏していることまで絞り込んでいます。挙動不審な奴らを見つけたら確保してください。ウータイ兵の変装は完璧です。姿形に騙されないでください。ソルジャーさん、一つ聞きたいんだけど、黒いチョコボに乗ったダンディーな紳士を知らない？やっぱり知らないか。あまり有名な人ではないのね。こないだカームに行ったんだけど、その途中でモンスターに襲われちゃったのよ。最近ミッドガルやカーム周辺でモンスターが暴れてるっていうじゃない。その時現れたのが漆黒のチョコボに乗った彼。素敵な人だった。そこいらのソルジャーよりよっぽど頼りになる方だったわ。これからはラブレス勉強班が公式ジェネシスファンクラブとなるのです。公式ジェネシスファンに睨まれ勧誘活動すらままならなかった。そんな時代も過去のものとなります。
あっちのファンクラブ、金がなくて困っているみたいだぞ。知りません。私たちがお金に困っていた時も、あっちの連中は知らんぷりだったのです。今あっちと合併したらリンゴのジュエリーくれるって。たくさんあるってよ。リンゴのジュエリー？わかりました。そこまで言うなら交渉のテーブルにはついてあげましょう。誤解しないでください。物に釣られたわけじゃありませんよ。あなたの情熱に心打たれたのです。私はどうだ兄ちゃん、俺の愛車は乗りたくなっただろう。今ワゴンの材料を集めているんだ。それであんたに頼みがあるんだけど。頼みだって？なるほど。そのエアリスって女の子に花売りワゴンを作ってやるわけか。ああ青春だね。よし来た兄ちゃん、こいつを持ってきな。そのタイヤは俺の秘蔵のブツだ。時速230キロまでは耐えられる。俺もあんたの青春にかけてみるぜ。あ、兄ちゃん、さすが車輪を見つけてくれたんだね。よかった。最後は参考書だよ。本がなきゃワゴンの作り方なんてわからないしね。ふんふんふん、参考書は僕がすでに用意してるのさ。な、何その目、盗んだんじゃないよ。あれあれ、ない、ない。大変だ、落としちゃったみたい。そんな、大事なものだからお宝入れにしまっておいたのに。お宝入れ？新羅兵のメット、ずっと前に拾ったんだ。新羅兵のネット、どこかで見たような。おい、それ落としたのってさ。ってもういない。あら、ソルジャーさん、一体ここは8番ラブレスっていうの。ここは8番街のラブレスっていうのは。一人目のスパイの情報です。八番街に潜伏していることまで絞り込んで、ウータイ兵の変装は完璧です。それじゃ今度の。
ここは8番街噴水階段を駅からは5番街この間プレミアムファンクラブのでもあとは財布次第ってとこね。ヘイ、そこのピチピチ。子供が探していたぞ。止めないでちょうだい。アンジール様を探しに行くって決めたの。何言ってるんだよ。子供はどうすんだよ。アンジールがここにいたらなんて言うと思う。モンスターと同じ。確かにアンジール様ならそんなこと。優しい息子だよね。自分は寂しいのにあんたのこと心配してさ。そうね、分かってはいるけど。かえってアンジールみたいな立派な男に育ててやれよ。うん、あなたの言う通りね。知ってる。いや、でし。あいつのお宝入れてこのメットのことか。奥に何か入っている。あー、兄ちゃん、それ僕が落とした参考書だ。ここに落としてたのか。見つかってよかった。なんでこんなものの中に大切な本を入れてるんだよ。まさか死んだ兵のメットにお宝が入ってるとは思わないでしょ。ストリートチルドレンの知恵ってやつさ。さて、材料はこれで全部揃ったね。エアリス、待ちくたびれてるかもよ。僕はこれで失礼。あれ、一緒に行かないのか。僕は空気読める子だよ。またワゴンの材料集めやろうね。ミッドガル中を探せばもっと違う材料が見つかるかも。じゃあね。
さて、行くか。エアリス、ずいぶん待たせちゃったな。俺はプレジデントの息子だ。絶対でんプレジデント。おかえりザックス。材料集まったみたいだね。じゃあ花売りワゴン作ろっか。なんかとってもいい感じ。材料の組み合わせ完璧だね。なんか可愛くないね。そうか。まあいいじゃない、メインは花なんだから。納得できない。贅沢言わない。ささやかな希望言っただけ。ささやかだけどたくさんあるんだろ。当たり。聞く？何個あるの？23。紙に書けよ、忘れるから。うん。状況が変わった。本社へ急げ。お仕事？残念。はい。地方のマコーロ周辺にモンスターが大量発生。マコーロ勤務者が全員消息不明。現場付近にいたソルジャーたちも消息を絶った。社は調査のために改めてソルジャーを派遣することにした。俺とお前が行く。了解。どうした？いやほら、例のあれ何か分かったのかと思ってきたから。消息を絶ったソルジャーたちはラザードを追っていた連中だ。しかも彼らはポッド型の奇妙な装置を付近で見つけたらしい。それってホランダーの？おそらくモデオヘイムから奪われたものだ。ってことはラザード、ホランダ、ジェネシスも会いに行かなくては。うん、早く行こう。ではまずソルジャーフロアへ行け。お前と同行する兵士たちの準備が整い次第出発だ。了解。俺たちが命じられたのはマコーロの調査だ。古い知り合いのことは何も言われていない。場合によっては俺はシンラを捨てるかもしれない。それまではシンラの従順なソルジャーだ。って誰も来ないな。お、ザックス。セフィロスさんと一緒に新しい任務に行くんだってな。俺もコンドルフォートのマコーロ調査に行くことになったんだ。しばらくお別れだな。そうだな、お別れか。え、俺との別れがそんなに寂しいのか？そっか、恋してるんだな、ザックス。なあ、まだ時間があるんだろ？出発の前に会いに行けよ。大丈夫大丈夫、セフィロスさんには俺がうまく言っておくから。
地方の魔鉱炉建設予定地からミッドガル魔鉱炉の視察団が訪問する予定であります。ですが最近はミッドガル周辺にモンスターが出没しているので視察も一苦労であります。護衛についている仲間の兵士がちょっと心配であります。我々シンラカンパニーのさらなる繁栄に必要なの、それが何かわかるかな。それはミッドガルの都市開発だ。世界一の商業都市になったとはいえ、ミッドガルはまだ多くの問題を抱えています。例えばプレート下部のスラム化、魔鋼エネルギー消費量の増加などです。ミッドガル市民により良い生活を提供するため我々は日々努力を続けている。だが武力なき都市開発部門の力では手が打てないケースも多い。ソルジャーの力を貸してくれないか。なるほどね。ミッドガルの都市開発か。俺も協力したいぜ。手伝えることがあったら言ってくれよ。